酒蔵力おおおおおおおい坪井青山の海賊フットボールラジオ。この番組は酒蔵力の提供でお送りします。坪井圭介です。青山純です。7月のスペシャル出稿、メッセージテーマ平川忠明さんの思い出で募集しながら、7月22日に予定されている平川忠明さんの引退試合を盛り上げていけたらと思います。それでは始めましょう。坪井青山の海賊フットボールラジオスタートです。今回はゲストと電話がつながっています。こんにちは、自己紹介お願いできますか。はい、こんにちは、現在沖縄で沖縄 SV の代表をしております高原直弘です。はい、浦和レッズに2008年から在籍された高原直弘さんです。よろしくお願いします。いやー、まさかね、出てくれるとは。レジェンドなんでもね、ちょっと緊張してますけどまあさっきね、高の方からちょっと紹介してもらったけども、沖縄 S ファウでオーナー兼選手、すごい忙しいな忙しいな、高で、なんだっけ、農業ね、だったり、まああとちょっとスカウト業もやって、スカウトもこれ足りないね、じゃあ肩書き足りないねとりあえずやれる仕事はやるみたいな ね。農業はあれだよね、コーヒー豆。農業はとりあえず今コーヒー豆なんだけど、まあちょっと今別で進めてて、まあコーヒー以外にもまあ本格的にこれからやっていこうみたいな。ああ、そうなんだ。赤は最初ヒラと会ったのはいつ、小学生ぐらい。いや、ヒラはもう多分高校じゃないかな。あ、そうなの。そんなに大きくなってからなんだね。そう、うん、で高校になって、で県選抜とかから、うん、そこなんだ。どう、印象とかどうだった、ヒラ。ヒラ、いやもうなんか突然出てきた感じだったけどね。いや俺からしたらね、でなんかめちゃめちゃ足速っていいなと思ってまあそうだよね、共通ですね、皆さんが言う。で、そしてでなんかこうよくよくこう聞いてったら、ね、同い年でとか、そうだよね、そんな感じだったよね。足が速いというのが、いや、まあね、真っ先に出てきますね、やっぱり皆さんが、ね、なんかキャリアはまあ初めは、まあ、高原さんはジュビロ磐田からスタートしたと思うんですけど、うん、まあ、平さんはレッツでもちろん一筋で行かれたと思うんですけど、うん、まあ、実際に所属チームが一緒になってこう一緒にプレーした時に、こう高原さんから見てこう平さんってこうどういうまた印象って変わりましたか。いや、印象はそんな変わんないかな、最初の時と。でもやっぱほら、足速い選手って結構やっぱそれで、はい、やっぱそれに頼ってあんま頭使わない選手結構多いんだけど、はい、平野の場合やっぱ昔、まあ、高校の時からそうだったけど、はい、賢いなって思って、ね、うん、だからやっぱスピードもあって、はい、足元もそんな下手じゃないし、それでいて賢いから、いい選手だなって昔から思ってた、まあ、よく県選抜ではアシストもしてもらったから、そうだね初めての電話ゲスト高原直弘さんでした。青、どう感じた。いや、まともにお話したの、まあ、まあ今日が初めてだったので、なんかすごい気さくに、そうだね、僕のご質問にも答えてくださってなんかちょっとやっぱイメージとはちょっと違いました、まあ、もうちょっとこう硬、うん、い感じの方かなと思ってたんですけど。そうそう、わかるよ、俺もちゃんと話すまでは、はい、やっぱりちょっとさ、はい、同い年だけど、うん、やっぱちょっと人見知りというか、はい、あんまりこうね、気さくに話す感じじゃなくて、はい、うん、そういうタイプかなと思ったけど、意外と話すと違う、ね、そうですね、まあ、本当に沖縄でこういろんな方面でこうご活躍されてるのをやっぱ、うん、まあ、耳にして、うん、なんかある意味僕もすごく刺激を受けましたね。ね、高原さん、どうもありがとうございました。この後はエンディングです。
ップはあなたの笑顔です。浦和大宮上福岡西川口武蔵浦和池袋そして工場直売店加えて全て合わせて13店舗。酒蔵力エンディングです。レッツサポーターの方から、前半戦の総括をお願いしますとのリクエストがありました。前半戦はい今もう中断あサッカーの話ね。あそうですごめんなさい、うん、俺らのラジオの話かと思った。それはもうまだハーフタイムにも言ってないです。まだ言ってない。まだ言ってない、はい、これいつねプツって終わるかドキドキしながらやってるんですけどもね。いやいやいやもうあの、うん、ここはもうハーフタイムどころかもう前半で途中交代させられちゃうかも。そんなこともありましたよ私は。ありましたね。僕もその時いましたよ。面白いね。まあ何どうですか、サッカーの話、そうサッカーの話戻しましょうか。あの前半戦あの、まあ、中断期間オリンピック前なんでね、うん、これはあれだよね全体の話だよね。浦和レッズだけじゃないよね。まあリーグ全体でいうと、まあ、川崎が相変わらずね、うん、ちょっと強いなって感じはするけど、うん、まあレッズは最初当初リーグ始まった時から自分たちの目指すサッカー、はい、やりたいサッカーっていうのは表現できていたなっていう感じはするけど、うん、それがこう継続するにつれて結果に伴ってきてるのかなっていう印象ですね、うんうんうん、僕は初めこうちょっとこう、まあ、僕も徳島時代にリカルド監督は、うん、まあ、僕も選手辞めてましたけど、うん、アンバサダーの時に何回かお会いとかしてて、うん、まあ、ボルティスのサッカーもちろん見てたんでこうやっぱこう規律がありながらも、うん、その中で選手個々の自由性を結構求める監督さんなんで、うん、まあ、正直初めの方をちょっとこうやっぱ選手たちも慣れるまで、うん、浸透するまでに、まあ、ちょっと時間かかるのかなっていうちょっとイメージは正直あったんですよ。そうだね、まあ、ちょっと初めの方こうつまずいたりはしたと思うんですけど、うん、でもやっぱここ最近ですとなんか安定して戦えてますよね、うん、本当にね最近の戦い方は本当に言ったように自分たちの、ね、やりたいベースっていうのはきちっとあるんだけど、うん、ただ相手の状況によってそのやり方をピッチの中で選手たちが判断して、はい、まあ、変えてたりとか、うん、内容が悪くても勝ち点取れてるとか、はい、そうですよね。そう、まあ、ああいうのってねすごい大事だと思うんだよね、うんうん、やっぱ強チームがやっぱ強くなっていく中でそういうのをこう乗り越えていくっていうかな、はい、うん、結果が出るとやっぱさ乗り越えやすいじゃん。そうですね、うん、なんかそれが徐々に徐々にこういい方向に向かってきてるな、うん、まあ、勝ち癖がすごいついてるかなっていう気はしますね、うん、まあ、あと青がさっき言ったように、まあ、リカルド監督柔軟だよね。うん、そうですね。なんか結構ボルティスの選手にも昔聞いたことがあってすごいやっぱコミュニケーションを、うん、よりこう密に、まあ、取る方なので、うんうん、でやっぱ若手の選手にもすごいやっぱ調子よかったらすぐ思い切って使ったりですとか、うんうんうん、やっぱ結構なんだろう試合出てる出てない関係なしに、うん、やっぱすごいみんながなんか楽しく練習してるっていうイメージがやっぱありました、ね、いいね、はい、まあだからここまでね、まあ、この先もまだいろいろあるとは思うけども、うん、非常にチームとしてこういい方向にいってるな。そうですね、というふうには、外部から見てて感じていますね、うん、はい、まあ、後半戦にも期待ですね。はい、それではこのあたりで坪井青山の海賊フットボールラジオ、この番組は酒蔵力の提供でお送りしました。また次回お相手は坪井圭介と青山純でした。坪井青山の海賊フットボールラジオ、この番組は酒蔵力の提供でお送りしました。チャンネル登録よろしくね。